ついにサムネイルカラーワックが消えた。今日はサムネイルカラーワックが消えてしまった記念日ですね。いや、なんか今までずっとね、あのワックがなんでこうもね、ソウルキャリバー、ミコのソウルキャリバーにこんなにも大勢来てしまうのかって考えたんだけど、ミコが呼んでたのかもしれないなってことに気づいたの。っていうのは、なんか今まであのサムネイルに、あのずっとね、ワッカを多分入ってたと思うんですけれども、今回のサムネイル、はい、いません。いなくなっちゃったんだよね、つまりは。まあ、時にはね、消えてしまうこともあるわな。そう。しょうがないよ、もう今までもうレギュラーかのようにいたからさ。今日は、さすがにできんかな、今日は。さすがにね。あ、ワカはちょっと、さらばワカってこと。ね、まあ今まで擬態してきたから、必ず来ないとは限らないけど、ということですよね。フラグやめなよ。フラグじゃないよ、フラグじゃないからね、ちなみに。振りじゃないから。やっぱワッカは結構来すぎてるから、もうパターンが読めるようになってきたのね。それがちょっとなと思っておりますから、ちょっとまた違った変化球を、挑戦していただけたら、なかなかいいかなと。もうなんか見えすいてきたっていうか、見えすいてきちゃったんだよね。うん。バイキンマン。バイキンマン旅旅旅旅旅何？あ、エガちゃんだー！エガちゃん来たー！何に変化するの？お前。シーサー商品の新しいが行きたいんだよな。ん？変身だ！あ、星町じゃねえか！確定演出来た。ミコちゃんの勝利確定演出だもん、これも。わっか。わっかならいいと思ってんの、もしかして。わっかならいいと思ってます？許さないよ。あれ？でもなんか、キマネが持ってそうなやつなんだけど。やめよ、敵なんですからね。誰が、やっぱキマリだと思った。あれ、しかもあれキマリじゃないな、オサカ。量産型ワッカ、なんで俺が出来になってんだ。教えはどうなってんだ、教えは。てか最近ミコチ勝った時に足パンパンしてパンツ丸出しになっても、なんで無反応なんだよ。羞恥心はどうなってんだ、羞恥心は。お前禁じられたパンチラを平気で使ってんじゃねえか。分かってんのか、赤バンソレンの愛のパンツに甘えるせいだろうが。え、スパちゃんって金取んのかよ、クソタレ。やめなよ、ちょっと慣れちゃったところがある。だってあれ自身はミコ自身じゃないからさ、別にミコは本当のパンツをおぴろぎしたことなんてさ、もうないわけじゃん。だから別にって思ってるんですけどね。え、若公文使ってくな、ここぞとばかりに。偉いね、ほんとに。いや、ワンちゃん言ってもさ、もう来るんだろうなみたいな気持ちでいたけど、すごかったね、さすがにすごいね。なんかみやこちょっと嬉しいわ、逆に。